これどうやって撮るんだっけ。あ、もうこれ始まっとんの。よし、待たせたな、久しぶりだな。おい、いやいやいや、マジで久しぶりですね。お久しぶりです。ちょっと最近動画がね全然出せなくて、まあ皆さんご心配をおかけしております。生きてます。今日はそんな話をですねするために動画を出している、動画を撮っているわけではなくて、なんとですね、最近めちゃくちゃバズった動画があるんですよ。実はショート動画なんですけど、それがですね、ガリガリ筋トレ初心者が絶対にやるべき種目胸トレ編っていう動画なんですけど、なんとですよ、31万再生いっております。やばくない？ 31万っすよ。最高記録いった。いやー嬉しいね。まあこれだけ再生されてるんで、まあいろんなコメントがあって、ショート動画だからね、やっぱりいろんな語弊があるんですよ。勘違いされてたりとか、まああとはもうアンチの巣窟っていう感じですね。やっぱり僕の視聴者さんじゃなくて初見さんとかも結構見てくれてるっぽいんで、いやーそうなるとね、アンチの巣窟ですね。まあというわけで、今回は、まあそんなコメントに対してアンサー動画というか、疑問だったりとかアンチとか何でもいいので、まあ返信してないコメントにこの動画を通して、まあ返答していこうかなという動画でございます。はい、じゃあ返答していきます。で、一番多かったコメントが、やっぱりね、あの動画で安全バーがないっていうコメントが一番多かった。例えば自宅で安全バーないの凄すぎる、草、セーフティーがないの怖すぎる、安全バーないの怖、セーフティーつけてほしい怖い、などなど、まあもうちょっと数えきれないぐらいセーフティーバーに関してのコメントが多かったです。これはねおっしゃる通り、すいません、もうおっしゃる通りです。危ないよね。ただ、一つ、まあ、反論じゃないけど、まあ、安全バーをつけてなかったっていうのは、自分的にはかなり余裕があった重量だったのと、潰れた時の対処法っていうのも、ちゃんと分かってた。結構ね、80キロでやってたんですけど、まあ、自分的にはですよ、自分的には、80キロぐらいだったら、コロ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 って、腹の方に転がしちゃって、うまい具合にね、転がるんですよ。それぐらいの重量ならですよ。100キロ超えると自分的にはもう無理。セーフティーないと死ぬって感じなんですけど、80ぐらいで潰れるんだったら、残りの1レップどうか上がるかどうかぐらいで潰れると思うんですけど、それぐらいなら、むしろちょっと休憩したら上がるから、どうとでもなるというかね、転がしてもいいし、ちょっとレスト取って、潰れた状態でレスト取っても、いけるんですよ。80ぐらいだね。まあ、当然ね、まあ、万が一っていうこともある。80キロなんで、首に落ちたら死ぬしね。なんで、まあ、まあ、おっしゃる通りです。まあ、ただ一応、80ぐらいだったらって、まあ、舐めてました。すいません。はい、2個目のコメント。アフターが知りたい。多分、ビフォアアフター。ビフォアの動画、ビフォアの写真は載せてたけれども、アフターの写真が、まあ足りなかったのかな。まあこの辺に出しておきます。ごめんね。今、増量期真っ只中だから、ちょっと載せたくないんで、2ヶ月前の時の写真、この辺にね、貼っておきます。こんな感じです。あ、いいコメントがあった。初心者のうちに、ベンチばっかやって変な体になるから、その教え方はしない方がいい。実際、ベンチばっかやって大きくはなっても、バランスが悪くなってダサい。変な体ってなんだろう。あ、わかったわかった。ごめんなさいね。これね、多分ね、胸トレの場合は、ベンチは多少やり込んだ方がいいって、僕はそういう意味で言ったんですけど、多分、これはちょっと語弊があって、胸トレの場合ね、胸トレだけやってたら、当然おかしくなる。
なんで背中もやらないといけないし、肩もやらないといけないし、うん、まあ頑張れるなら足もやった方がいいと思うんですよ。うん、胸だけだったらでも僕的にはベンチやっとけばベースはできるんじゃないかなって。あのサイズ的な問題ね。ベンチとりあえず重量伸ばしていってサイズをまずある程度つけた方がいいんじゃないかなって。自分が言うのもなんなんだけど、自分全然でかくないんですけど、元が元なんで僕は、ベンチである程度胸のサイズはついたかなって思いますね。うん、やっぱりダンベルフライとかケーブルではサイズアップっていうのはちょっと見込めないと思うんで、形を整える分には確かにね、ベンチだけだと不十分かなとは思うんですよ。なんでボディメイク的な要素で言えば確かにベンチだけでは心もとないので、まあ、この人の言ってることも間違いないし、多分僕の理論も間違ってないと思う。次、このコメントも多かった。山沢さん意識しましたとか、山沢さん、YouTuber の山本先生のさ、弟子みたいな、金髪の人の、めっちゃ懸垂ばっかやってる、わかんないけど、でかい人いるじゃないですか、金髪の山沢さん。あの人の真似をしてるんじゃねえか、みたいな、オマージュしてんじゃねえのっていうのが来たんですけど、これはね、別に意識してない。意識したのは、ケイン・コスギと、アイム・ボディ・ジンさんと、カネキン・フィットネスさんの3人ですね。うん。しか意識してないかな。山沢さんは意識してない。で、何が、山沢さんに似てんのかなと思って見に行ったんですよ。じゃあ、ショートね、確かに、ちょっと、なんか、雰囲気似てますよね。確かにね。自分的には、若干、ケイン・コスギに寄せたかなっていう感じはするんですけど。あ、いいね。アンチっぽいのがありますね。まだまだガリガリやん。正解。でも嘘ついまして、そう言ってタイトルにガリガリの俺がって入れると、お前もうガリガリじゃねえだろってコメントが溢れるんですよ。でも俺マッチョだろって言ったら、お前ガリガリやんって言われる。どれじゃ俺。はい、これ最後のコメントにします。スクワットもやれ。やってる。